こんにちは。埼玉県東松山市の司法書士柴崎です。今日は不動産の相続登記の費用について説明したいと思います。それですね、相続登記するときですね、実費の部分とですね、司法書士の報酬の部分がありまして、まず実費の部分について説明します。 登録免許税って言ってですね、登記するときにですね、不動産評価額のですね、1000分の4、0.4%の収入印象をまずですね、貼る必要があります。なので、例えば不動産の評価額がですね、1000万だとすれば4万円の収入印象を貼るという話になります。まず収入印象がかかるということですね、0.4%ということになります。で、あとはですね、登記する前にですね、 登記がどうなってるかを確認するのに、不動産1個につき334円かかります。そして登記の後にですね、登記事項証明書、登記簿等本とってですね、ちゃんと登記ができてるかどうか確認します。この登記簿、事項証明書がですね、500円なので、不動産1個につきですね、登記の前と後で834円かかります。で、かける不動産の数のですね、登、ま、記、あ、事項証明書代等がかかるということになります。またですね、 司法書士の方で戸籍当本とか住民票を集めた場合ですね、その役場に払う実費がかかります。戸籍当本の場合は450円、一通450円だし、原戸籍とか除籍当本っていうですね、昔の戸籍については一通750円、そして住民票は一通まあ150円から300円ぐらいの役場が多いです。なのでこれをですね、何通か取るとですね、何千円か役場に 戸籍代等を払うということになります。あとはですね、構図っていう地図を取ったりですね、名寄せ町っていうですね、不動産の一覧が出てくるですね、書類をですね、役場で取って、役場の税務課で取ります。で、これで不動産の漏れを確認するんですけど、構図とか名寄せ町ですね、一通数百円ぐらいですね、まあ、法務局で就任しで収めたり、名寄せ町は役場に手数料を払ったりします。 で、今度、司法書士の報酬なんですけども、基本報酬とですね、あとは複雑な事案の場合はですね、追加報酬がありまして、まずですね、基本報酬の部分はですね、6万六千円、消費税込みで6万六千円です。そして、不動産の数がですね、5個を超えた場合ですね、まあ 人によってはですね、不動産の数がですね、まあ、通常自宅だと土地と建物で2個っていう話なんですけど、人によってはですね、土地が数筆に分かれてたり、また自宅以外にも不動産がある場合ですね、不動産の数が5個を超えた場合はですね、6個目から1個につき2200円ずつ加算させてもらってます。税込み、消費税込みで2200円ずつ加算と。そして、司法書士の方で集めた戸籍とか住民票が20通を超えた場合は、21通目からですね、1650円 10円ずつ報酬を加算させていただいてますまたですね異なる管轄に申請する場合ですね1管轄増えるごとにですね4万4千加算させてもらってますで、これはですね法務局ってのは 不動産の所在ごとにですね、管轄ってのがあって、例えば不動産が東松山市とですね、川越にあるっていう話だと、東松山に申請して、で、またですね、川越の法務局にも申請するというか形になるので、そうするとですね、一つあの申請を出す数が増えるので、そういう増えた数ですね、一管轄ごとに4万4千税込みで加算させてもらってます。また、複数の不動産をそれぞれ違う人が相続する場合は、1人、 増えるごとに4万4000円加算させてもらってます。例えば、この土地は長男、この土地は次男というですね相続の仕方だと、ですねそれ申請がこう2つに分かれるので、で増えた分4万4000円加算させていただいてます。でただ、ですね同じ不動産を複数の人が共有で相続する場合は、この加算はありません。で例えば、ですね建物が500万で土地が1000万の評価のですね、 自宅不動産を相続登記した時の費用をですね、実費込みでいくらぐらいなのかという計算をします。まず、司法書士報酬はですね、税込みで6万6千円ですと。で、収入印紙はですね、1500万 ×0.4% なので6万円。そして、登記の前と登記の後に登記簿登本、登記自己証明書を取るの実費がですね、1668円で、例えばですね、戸籍、除籍登本をですね、司法書士の方で3通集めた場合、実費が2250円。 かかります。また、構図とか名寄せ帳で不動産の漏れを確,確認するのにです、ね、法務局とか役場に払う実費は564円ぐらいになります。でこれを合計するとです、ね、実費込みで,です、ね、13万数百円ぐらいの目安になるということになります。でこれはです、ね、大きくはです、ね、ここの実費部分ですね、あの登録免許証で収入費の額 によって変わるので、評価額が高いとですね納める収入印象も高くなるので、全体も高くなるという話になります。あと、ですね相続登記をするときに、ね他の手続きもしなきゃいけない場合もあるので、こういったケースではですね別途費用がかかる可能性がありますま。例えばですね 自分で書いた実質証書有意語の場合ですね。これはですね、相続が始まった後、家庭裁判所で兼任という手続きをするので、この兼任の書類作成等をする場合は、その費用が別途かかるし、例えば未成年者がいて特別代理人というのを選ばなきゃいけない場合、この選ぶですね、書類作成等はまた別途費用がかかると。また同じように判断能力がない方に後見人つけないとですね、 遺産分割協議ができないような場合も、その貢献につける書類の作成等をやるんであれば、まあ、その費用がかかるし、あとはですね、たまにですね、住宅ローン解消終わったけど、抵当権消してないっていう場合があるので、これもですね、一緒にですね、消すのであれば、その費用も別途かかるという話になります。 それではですね、相続登記の費用について説明してきました。司法書士柴崎事務所ではですね、不動産の相続登記のご依頼を受けたまっています。初回面談相談無料ですので、お電話またホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。